ちょっとグラブルリリンクの関係でオーディオインターフェースを安いやつにしてたんですけど、はい、普段使ってたやつに戻しました。ちょっと音量バランスおかしいことあるかもしんないですけど、多分音質、マイク音質良くなってるんで許してください。はい、ここから調整していきます。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザでーす。ういうい、本日はね、いや大変忘れてましたよ大変忘れてたやつを動画にしております。どういうことかっつうと、このテンスアニバーサリーガチャセットですね、交換してなかったんだよね。そう、これね、期限が本日の18時までとかいう、結構19時までとかいうえぐい数字になっておりまして、いや、いつか交換しようって思ってたんだけど、放置してたらこんなになっちゃいましたね。うん、ってことで交換していきたいと思います。いや、正直すごい悩んだ。うん、二択だったんだよね。一人目がスツルム、うん、二人目がオリビエだったんですよ。いやー、オリビエ選びたくないんだけど、うん、オリビエ選びたくないんだけど、性能中のミザって言えばオリビエなのよね。なんだけど、まあ、このチケはちょっとさすがにレアリティが高すぎるので、季節限定取れるなら取っておいた方がいいよね。いいのかな。うう、海に来てしまった以上は海にあった装いがある。それだけの話だ。あまり見るな。なんかいいおっぱいしてるから取ってよかったわこの時ミザ取っていいことを確信。まあ、スツルムはね、もともと欲しいキャラで、古戦場で使う可能性があるタイプのキャラクターだったね。アビリティで見ると、まあ、1アビが敵に8回光ダメ、特殊技使用時に自動発動でいう効果がついてて、そう、アビダメがすごい高いキャラだったんですよ。うん。まあ、最大 HP が低いけど、攻撃アップ。必ず連撃。必ず連撃を持ちながら、特殊技使用時に浜辺の刃を消費せずはどうでもいいけど、自動発動する1アビがついてるから、まあ、肉集めの効率がいいぞ、みたいな感じだね。特に光属性は、肉集めだと、まあ、ルミナスがあるなし、この裏面金色の層、これが HP50% 切った瞬間に敵が確定で死亡するとかいう、なんか、よくわかんない面白拳になってるんですよ。HP50% ラインに行ければ勝てるとか、そういう武器を持ってるならあれなんだけど、まあ、スツルムとか、まあ、なんだっけ、リゾットじゃなくて、ペリドットじゃなくて、ヌビレットじゃなくて、コラボキャラの FF11 の光属性の特殊技に対して反撃をするプリコットじゃなくて、プリッシュ、そう。プリッシュとか、まあ、そのあたりとかと組み合わせて採用すると、まあ、ダメージが一番高いよみたいな感じになったりするのね。うん。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと悩んでたけど、取っちゃった。はい、ちょっと編成練ってきました。こんな編成用意しましたね。スツルム、ナルメア、ヨウ。で、武器編成こんな感じです。炎の柱2本で、主人公が TA 確定ですね。で、まあ、3本目ぶち込んで、まあ、あとシュバリエ、クレドボルト、マグナを、3本突っ込みました。これで、裏にサンダルフォン入れれば、クリティカルが確定する。片面でクリ確定っていうような感じですね。で、あとさらに、シュバリエ、セイバー、クレドを入れました。シュバリエ、セイバー、クレドを入れると TA 率がバコーン上がるんで、まあこれでメインシュバマグイシで、フレンドカグヤで TA 率 25% じゃん。これで、誘惑のチェインでプラス 50% されるから 81% で、ハルマルで 90% になるから、まああと、あれだね、スツルムとかナルメアとかの、まあ連撃タイプとかにして、まあちょっと指輪厳選すれば TA 確定っていうような状況にできるんだけど、これで、フレンドカグヤで、おいしょ、攻撃のみみたいなのも視野に入ってくるかなっていうような感じっす。はい、光マグナパワー上がったね。正直光マグナのパワーがすげえ上がったように感じていて、まあ、これの下段攻撃が、はい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 、ちょっと
ちょっと水着ベリアルのパワーカウンターに頼ってるんで、もう少し火力を上げられるような調整をしてあげられるといいかなとは思ってる。まあプラスマンゴリ振ったりとか、まあちょっとそのあたり調整してあげれば、まあ全然さらに未来へはいける。もう一枚シュバリエマグナ欲しいかもな。で、サブ装備時効果で攻防 10% アップがあるから、まあそれの攻防アップ効果をシュバリエマグナのなんか超越ちょっと用意して、もう少し火力上げたりとか、してあげるといいのかなとか思ったりもする。はい、まあそんなわけでね、まあいろいろとなんかちょっと欲しかったんですけど、スツルム撮ってみたって感じでした。まあチケットがね19時まで、俺今18時だから動画編集してあげるまでに19時になってたらごめんだけど、まあチケット使っておきましょうっていう、そんな動画でした。はい。